メラトニンは動物、植物、微生物に存在する内炎性ホルモンであり、また科学的に N はセチルマイナス5、メトキシトリプタミンとして知られる。日本ではこれまで公に小児に対して使用できる睡眠薬がなかったが、2020年に商品名メラトベルで処方箋医薬品として、小児期の神経発達症に伴う入眠困難の改善の適用で、 初めて承認された。動物では、メラトニンの血中濃度は1日の周期で変化しており、それぞれの生物学的な機能における外実リズムによる同調を行っている。メラトニンによる多くの生物学的な効果は、メラトニン需要体の活性を通して生成され、他にも広範囲にわたる強力な抗酸化物質としての役割によって、特に各 DNA や、 ミトコンドリア DNA を保護する。メラトニンはアメリカ食品医薬品局によってサプリメントに分類されており、医薬品ではない。メラトニンの除法製剤は2007年に欧州医薬品庁によって55歳以上の人々に対して処方箋医薬品としてセルキャドンが承認されたが小さな効果しか示していない。メラトニン除法製剤が症状を予定する。 オーストラリアでは2009年に承認された。人が長期間にわたり外部から補給することによる完全な影響はまだ判明していない。また、2018年に欧州医薬品庁によって、小児用メラトニン除法製剤スレニートが小児及び青年期の自閉スペクトラム症及びスミスマギネス症候群を伴う不眠症の適用で承認された。 メラトニンは必須アミノ酸であるトリプトファンからセロトニンを経て体内合成される。日中、強い光を浴びるとメラトニンの分泌は減少し、夜、暗くなってくると分泌量が増える。メラトニンが脈拍、体温、血圧などを低下させることで睡眠の準備ができたと体が認識し、睡眠に向かわせる作用がある。また、 朝日を浴びて、規則正しく生活することで、メラトニンの分泌する時間や量が調整され、人の持つ体内時計の機能、生体リズムが調整される。そのため、不規則な生活や昼間、太陽光を浴びないような生活を続けると、メラトニンがうまく分泌されず、不眠症などの睡眠障害の原因となる。またメラトニンは、幼児期に一番多く分泌され、 年を重ねるごとに分泌量が減っていく。そして年を取るとメラトニンの分泌量が減るため眠る時間が短くなる傾向になる。服用した場合0 5ラムまでが生理学的な作用でそれ以上が薬理学的な作用となるため通常の3ラムの錠剤では生理学的な量の10倍となる。体からのメラトニン分泌時間を移動させることができ。 0 5ラムを午前11時から午後7時に服用することでメラトニン分泌時間は前進し午前4時から11時では交代する。前日に入眠できた時間のおよそ6から7時間前の服用で最も前進することが期待できる。血液のおかんもんも容易に通り抜けることができて体全体に行き渡る抗酸化物質であると言われている。 メラトニンの抗酸化作用により、生殖細胞が保護され、またホルモンバランスも改善されるため、不妊症の治療に有効であるとの報告がある。ただし、メラトニンには口述の生鮮抑制作用もある。メラトニンが増加すると、生鮮刺激ホルモンが抑制されて、生殖腺の発達と機能を抑制し、逆にメラトニンが減少すると、生潜刺激ホルモンが増加し、 生鮮刺激ホルモンの過剰分泌が思春期創発につながる。人間にはその作用は認められなかったが、カエル等の両生類では退職作用が認められている。人ではメラトニンは消化体によって生成され、それは小さな内分泌腺であり、脳の中心部にあるが血液脳関門の外側である。メラトニンの信号は、 科学的に眠気を起こしたいを低下させることによって、睡眠覚醒周期を調節する系の一部を形成するが、中枢神経系は、メラトニンの信号よりも、棒分泌と内分泌系における多くの成分において1日の周期を制御している。乳幼児のメラトニンの濃度は、出生後、約3ヶ月で深夜から午前8時の間に、最高濃度が計測され、定期的となる。 人では、メラトニンの90%は肝臓を通して、単一通過で除去され、少量は尿中に排泄され、少量は大気中に見つかる。人のメラトニンの生成量は年齢に伴って減少する。また、子供が10代になるまで、メラトニン放出の毎晩のスケジュールは遅れており、後になって睡眠と気象の時刻を統制する。光依存性。 電磁波との関係消化体によるメラトニンの生成は、網膜への光によって阻害され、暗闇によって可能となる。毎晩のその開始は、薄明かりのメラトニンの開始と呼ばれる。波長が約460から480ナノメートルの主に青色の光によってメラトニンが抑制され、それは光の強さとさらされた時間の長さに比例する。 ハーバード大学医学院では夜の青色光が体内時計を狂わせて数種類の癌や糖尿病、心臓病、肥満など様々な生活習慣病の発症リスクが高くなる可能性があることも分かってきた。就寝前に青色の光を遮断するメガネをかけることはメラトニンの損失を減少させる。ケイアモーフラは 530ナノメートルより大きい波長だけを含む光は薄暗い状況においてメラトニンを抑制しないことを示した。メラトニンは眠気を促すため、就寝を早くする必要がある人のためには、就寝前の時間に青色遮断ゴーグルを使用することが勧められる。人では睡眠前の数時間に使用すると少量のメラトニンは外日周期を早くし、 早い入眠と気象を促す。フランス医学研究睡眠学会の推奨では、通常の即時放出製剤と徐々に溶ける除法剤があるが、外実リズム障害には即時放出型、原発性、または閉存のない不眠症では2ラムの除法型が推奨される。レム睡眠行動障害では、有効性が高く、クロナゼパムより、 忍広姿勢が良いため最初に処方されることがよくある。メラトニンの除蜂剤は2007年に欧州医薬品庁によって55歳以上の人々に対して処方箋医薬品として承認されたが小さな効果しか示していない。知的障害を対象としたシステマティックレビューではその睡眠障害は睡眠までの時間、夜間の覚醒回数を減らし睡眠時間を増加させていた。 別のシステマティックレビューでメラトニンは、頭痛の強さや、鎮痛薬を必要とする人の割合を減少させていた。神経発達症の小児では、定型発達時に比べ睡眠障害を合併しやすく、睡眠障害により昼間の異常行動が強く、現れる。6から15歳の神経発達症を有する、睡眠障害に対して、6ヶ月間のメラトニンの 有効性と安全性を評価した国内臨床試験では、投与前に比べ入眠戦時を改善し、寝つき、入り床への抵抗、目覚めた時の機嫌、起床後の眠気の強さなどを改善した。また、睡眠障害の改善により神経発達症の特性である興奮性や多動、不適切な言語など昼間異常行動も改善した。専門家の指導がない限り、14歳以下の子供、 妊娠を希望する女性、妊婦、授乳中の女性は使用しないことが干渉されている。アメリカやカナダでは、処方箋なしで購入でき、目立った副作用はないとされてきたが近年、副作用の報告が増えている。アメリカ合衆国のイェール大学病院皮膚科の石アロンラーナーが、皮膚の色を濃くするホルモンを発見した後、今度は反対に皮膚を白くするホルモンを研究している。 土壌で牛の消化体であるホルモンが作られていることを知り、それが人間の消化体でも作られているのではないかと考え、それの抽出や研究に入っていった。そしてメラトニンの研究のために志願してきたボランティアの人々にそれを注射するとほとんどの人が眠り始めてしまったという。それによってメラトニンは睡眠と関係し、リラックスさせる作用があることが分かった。 最近ではメラトニンが免疫系に効く発がんを抑える作用がある等人体全体に関して大きな役割を果たしていることが分かってきているが薬として特許出願するには新しい物質でなければならずメラトニンのような人体の中にもともと存在するホルモンでは構造上の特許権を取れないそのため製薬会社にとっては大きな利益とはつながらないことから メラトニンが重要な物質であるのにもかかわらず、なかなか研究の対象として取り扱われないでいるとの指摘がある。米国では栄養補助食品、サプリメントとして販売されており、店頭で処方箋なしで誰でも簡単に入手することができる。日本では2020年3月にメラトニンは商品名メラトベルで小2期の神経発達症に伴う、 入民困難の改善の適用で承認された。DSM-5 に基づいて慎重に診断した上、睡眠衛生を指導した上で投与する要添付文書に記載されている。メラトベルの発売以前は、主として個人輸入の形で入手必要があった。医薬品医療機器等法により、個人の輸入量は一度に2月分までと制限されている。メラトニンそのものではないが、 メラトニン受容体に作用する化合物は2010年にラメルテオンが承認され適用は不眠症における入眠困難の改善であるこちらは体重増加の副作用も指摘されているラメルテオンはアメリカ食品医薬品局が公開したデータの分析により偽薬と比較してうつ病の危険性を2倍に高めることが見出されているただしこの結果は データの制限があり、儀役群からは、被験者の離脱の情報の欠落しているという影響によって、結果が歪められている可能性がある。ありがとうございます。